ドジャースの大谷翔平投手は15日、日本時間16日の敵地、ブレイブス戦で4打数2安打2打点。2本の敵地2塁打を放ち、今季の打点を106とした。自己記録を着々更新しているが、改めてクローズアップされているのが松井秀喜氏の功績で、2005年に日本選手最多の116打点をマーク。ファンは松井の1位エグイな。 大谷さんが活躍するほど松井秀喜さんの功績も光りますね、松井選手すごすぎると声を上げている。映像、大谷翔平と松井秀喜の違いとは、西岡氏が分析したスタイル。大谷は2点を追う5回西一、三塁で右翼戦へ適時二塁打。3試合12打席ぶりの安打だった。1点を追う7回西一、二塁では右翼戦へ技ありの適時二塁打を放った。 これで今季106打点、松石がメジャー1年目の2003年にマークした数字に並んだ。打点王争いでも1位のウィリー・アダメスナイアシュブルワーズ、23差としている。日本選手の年間打点ランキングは、松石の116、2005年、が1位で、2位も松石で108、2004年、3位で松石と大谷が106で並ぶ。4位も松石で103。 2007年で、5位が大谷の100、2021年となっている。多くの打点を稼いだ松井氏にファンは改めて驚嘆。松井さんの116打点改めてすごい。こうやって見るとやっぱりゴジラすっごい大谷さんもすごいけど、やっぱり松井さんもすごいな、松井選手すごすぎるとコメントが寄せられ、大谷に対して120入ってほしい。 一番バッターですよねと声が上が上ったドジャースのレギュラーシーズン残り試合は13で大谷の打点年間ペースは11519年ぶりの記録更新なるか注目される。